やあ、刹那圭介だよ。メゾンドホームズ殺人事件、続きパート2やっていきたいと思います。あれ、あ、そうかそうか、確かコンティニューあったな。これこれでいちいちこういう感じでコンティニューしながら彼女これはい、ここまで前回のパートからここまで戻ってきたわけです。ここでまあこう展開されて、まあこんな感じになって、これ絵に描い、絵に、絵の世界に送っていいかいってきたこと言おったんだよ。これ絵で表しちゃったんだよ。ダメじゃ、何これ、何これ今紙見せたな。え、何これ。ホームズは落書きから家賃を徴収しました。落書き落書きでいいんかいなこいつの、お金になりそうじゃないけどな1円どころかさ、ゴミとしか扱われると思うんやけどな。インカだ2万円になってる。確かこれさ、前回さ見返してきてたけどさ、0円だったはずなんやけどな。え、2万円になってる。いつの間にか、いつの間にこんなに増えとったんこれ売買ってことかなこれ手あげとんわ。よっしゃ、1階エリア終了じゃ。2階にはさらなる資格がおるぞ。笑いの資格が、もはやもうさ、あの笑ってはいけない集合住宅の気分でいかな。あれ、あ、ここか、いかない。まだまともじゃ、まだまともじゃ、お前はまだまともに見えるわ。まあ、確かにさ、キツネがこんなところに住んどんはおかしいけど、まだまともじゃ。あ、猫だったわ二足歩行の猫だったわ。にゃーにゃー、お前もかいおや、背中にジッパーがある。あそれダメ、それダメ。わ、やめてください、背中を覗かないでください、私を見ないでください喋るんかいこいつ。普通に私のは猫のままで痛いんです。猫のままだったら誰にも触れずに済むし、嫌われずに済むしか、いじめられたりもせずに済みますもの。だからこのままでいさせてください。私は猫で痛いんです。私は猫のままで痛いんですこの猫の中の人は猫をかぶっていないと生きていけないのだろうな。どうしよう、ホームズ君。猫をかぶるってこういうことを言うのか。違うと思うぞ、俺は。和田さん君、そっとしといてあげよう。猫君、我々は何も知らない。何も見てない。だから家賃をくれないかにゃ。なあ。猫から家賃を徴収しました。ちゃんとくれた。あ、2万もくれた。ちゃんとくれたこいつ。お文字とか絵とか渡すやつらとは大違い。お、まともなの来ましたね。漫画家さんかな。めっちゃ散らかってるね。漫画家って大体そういうイメージあるけど。物書きは机の上から目を離さずに黙々と小説を書いています。あ、小説家か、漫画ちゃうんやな。物書きくん、完結の分の家賃をだね。大家さん、気が散るから話しかけないでください。家賃ならそこに置いてありますから取っていってください。どれやねん、ゴミしか落ちてないわ。お前のボツになった小説しか落ちてないわ。え、ホームズは床の上に放って置かれていた家賃をどこに納めました。あったんじゃ、ちゃんとあったんじゃ。おー、ちゃんともらっとるわてか家賃おーない1万とか2万とか増えようけど家賃おーない家賃、いや、ちゃうな、1万やけ少ない方か。ちゃうわ、1万やけ少ない方なんやな。いけるわ、こんだけ広くて1万は、1万や2万は安いわ。安いけどさ、みんな荷物置いてないね荷物置いてないわ。研究所になってますよ、研究所にされてますよ。絶対壁とかさ、自分の意思で改造したでしょこれこんなん置いていいと思ってる？多分いいって言うと思うよ、このホームズだったら。ロボットです。ここの住人はロボットだったのか。動いていないようだが、お前は把握してないんかい住人の情報を把握しなかったんかよ。ちゃんとしろよそこは困ったな、これでは。家賃を取れない的な感じか。あ、徴収することができないロボットでもさ、高性能だったら家賃くらいくれるだろうって思うんやけどな。諦めるんかい諦めるんじゃ。あ、誰もおらんのじゃここ。あ、まあこういう空き家やってあってもいいな。ちょっとさ、がっかりやけどな、俺は。なんか、笑い要素あるんだろうなって思ったけど、がっかり。でかいね、鳥が出てきたよ
何ですか、でかすぎるんです、でかすぎるんですがおるよ、でかすぎるんです。なんということだ、このアパートに巨大な怪獣が住んでいたなんて、これ怪獣なんかよ。てか把握しろよって思うわ、何回も2回目だけど把握しろって思うわ。これ怪獣ではない、彼こそ伝説のユーマ、土の子だよ。土の子なんかよあ、なんかそう言われたら土の子っぽく見えてきたわ。ちょっと色がさ、イメージじゃないけどさ土の子ってこんなんなんじゃって思うけどさ、だからさ、なんで土の子って把握できてないの大家さん、おはようございます。しかし大きくなったもんだな、私が捕まえた時はあんなに小さかった子に捕まえてきたんかいな住人じゃねえじゃねえかやはり環境が良かったのだろうな。これ今月分の家賃です。おっと、こいつは礼儀正しいわ、自分からくれたわ。ホームズは土の子から家賃を徴収しました。ありがとう。しかしもらっておいてなんだか、どこで稼いでくるのだろう。そういえば最近真夜中に人が謎の失踪を遂げる事件が多発しているみたいだね。なんでそのタイミングでこれ言うかねなんでも近所の人の噂だと、巨大な怪獣が人を丸飲みしてるところを目撃した人がいるとかあかんだろ、絶対こいつでないか。こいつの腹の中見てみ、もう消化されきった人とかおるかもしれんぞ。巨大な怪獣か、ははは、そんなものいるわけじゃないじゃないか。目の前にしてるけどね、目の前にして言ってるけどねそうですよ、人聞きの悪い。そうか、それもそうだな、はっ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 こいつウルトラマンに出てきただろ、お前。小さいけどウルトラマンに出てきただろ、こいつ。ウルトラマンの序盤に出てきたやつちゃん、これ。これ、UFO 超えとるところ見たら、見るあたりさ、UFO 壊れたけに帰れません。地球で住みます、みたいな感じになってますやん。壊れた宇宙船です。アダムスキー型の UFO です。うわ、出たなったわ、出たな、化け物。失礼なことを言っちゃいかんよ。ちゃうわ、間違えた。これホームズだ宇宙人のセリフかと思った。失礼なことを言っちゃあかんよ、彼は宇宙人なんだ。はじめまして、ルバタン星人です。明らかにバルタン星人の文字ですよね、それ。宇宙船が墜落してしまって、ここに住まわせてもらっているんです。宇宙船の修理のほどはどうかね。それがさっぱり、地球の機械や部品はどれも時代遅れで。そっか、それはともかくして家賃をいただこうか。あ、家賃ちゃんとくれたわ宇宙人でも理事に計らってくれるんだね、やったぜ。地球の部品ではあとどのくらいかかるか。今朝拾った乾電池なんて時代遅れも甚だしい。乾電池、宇宙 UFO に使うんかなミニ四駆動かすに精一杯なのに UFO に使えるんかな。何これやばいやつがいる、やばいやつがいる。これセーブしとこう、ここでゲームオーバーになりそうな気がする理由は分からんことはないよ、分からんことはないけど言わんとこ。ノーナイフノーライフとか危ない匂いプンプンやけんな。こいつにちょっとちょっかい出したらさ、こっちの壁のナイフが飛びかかってきそうやもんナイフで楽しもうぜ。こんな危ない人たちが住んでいて大丈夫なのかな、このアパート今さらやん、こんな和田さん君、人は見た目だけで判断してはいけない。彼はこう見えて人畜無害なんだ。あ、こいつの見た目はそう、まあ人畜無害かもしれんけどさ、この地面に書かれた文字と壁についてるナイフでさ、物語っとる気がするんよな俺。おうやさん、これ今月分の家賃だぜ。あ、リチキにくれるんだ、家賃はリチキにくれるんだなおう、ありがとう。ところで珍しいナイフ持ってねえか。俺ナイフを集める趣味なんだ。
この光沢がたまらねえぜ。それはコレクション的に言おうのやな。コレクション的に言おうやな。そこで発揮してもらわんかったらさ、出て行ってもらうことになりそうな気がするんですね。持ってないよ。うっはー言ってる。うっはー言ってるよ。危ない。将来的に何か起こしそうなんです。しかもこいつじっくりこっちのこと眺めよるし、心配だ。最後の部屋。もうここまで言ったらツッコミ使われてくるんですけど、ねえ勝手に お風呂場に改造してんじゃんねえ。それと響かせた響いた声で歌ってんじゃんねえ。男風呂やけどな、女風呂はねビーバーのめちゃくちゃ乗ってるじゃないか。よう大家さん、ごきげんよう。いつの間に部屋を銭湯にしてしまったんだね。勝手にかいなやっぱり勝手にかいな。いやFX で大儲けしましてね、そのお金で部屋を改造したんです。そんなお金あるんならもっといいとこに引っ越すか、自分の家を買えばいいのに。これからは FX ファックスかな、これちゃうな。 FX と田中、 FX 田中と呼んでください。そうか、ここの人は田中って名前なんだんだ宇宙人ですら田中なんだ。宇宙人や土のことですら田中って名前なんだ。これん FX どうしたなんだった今のピコピコーンって言えたけど、なんかひらめいたかと思ったらさ、そうだ家賃をもらおうでね、思って普通のメッセージできたねどうぞどうぞ持って行ってください。お金ならたんまりとありますから。わっは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 。わあ、こいつ勝ち組だもらえた、ちゃんともらえた。気づけでは14万手元にある。よっしゃ、全員から徴収できたわ。やったね。で本題はよな、本題はなあ、事件のこと全然進展してないよ事件はノータッチやな今のところ。ノータッチやな。え、なあなあ、ノータッチやな。何も進んでない。あ、町のこっちの方行けんのやな行けんかったな。もう一回ちょっと話しかけていかなあかんのかな、これ。うん、知らんわだそんな知らんわだ。あ、うん、普通やな特に何もなかったな何の機械やねんこれああ突然すぎる、突然すぎだろ、あのナイフ男。今度あっちゃしばくぞ。なんということだ、ホームズ君は。どこから飛んできたナイフに刺されて死んでしまった。ああ、もし最初からやり直すことができれば。ふう、危なかった、生きとんかいな。なんということだ、ホームズ君はまだ生きていた。うまいことナイフを帽子で受け止めてダメージを防止したのだ。すごすぎる。ホームズすごすぎるぞ、お前。帽子がなかったら。少しだったよ。かっこいい。シャアみたいなセリフ言ってる。あ、ガンダムの最終回でのシャアみたいなセリフ言ってる。しかし、一体誰がこんな罠を知ってる。ここあたりはある。てか、そいつしか考えられないような笑おざ。ナイフといえば、あいつに決まっているだろ。おのれ、やはりあいつは怪しいの以前から睨んでいたのだ。絶対睨んでなかっただろ、お前。ホームズ君。さっき人畜無害だって言ってたじゃないか。その通りや刺さったままや刺さったままなんかい、まだ刺さったまま移動してるこれ大丈夫なの本当によっしゃ、今回はこの辺にしとこう。事態がちょっと急激に進んだねこれ最後の最後で急激に進んだぞこれ。あいつ怪しいぞ。事情聴取。俺らが探偵ってこと分かってないだろ。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。シーワゲ。ふぅ、やっと学校終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。